罪人かお前。お前何やったの。牢屋に入れられたぐらいでおろおろビクビクしやがって。しけた野郎だ。うるせえ、お前もしけてんじゃねえかよ。かっこつけやがって、フードなんてかぶって。あ、なに、怖い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 。ところでお前、何をやるかした。ここは牢の最下層。最下層、よほどのことをやらないとここまでは入れられねえ。お前もな。お前もな。あの、勇者なんです。なんだって。自分は何もしてない、ただ勇者と名乗っただけだと。マジか。何、びっくりして。え、こいつ勇者です。驚いた。まさか勇者様が同じ。ああ、そっかそっか、そうです。お前勇者と出会えて嬉しいでしょ。あ、裸着た、裸着たよ。あ、何、あ、ご飯もくれんの。ありがてえありがてえ。お待ちかねの食事の時間だ、取りに来い。わあ、なんか嫌な予感。バシャってかけるタイプのやつじゃない。あ、そうでもないか。何するの。ふんってか、おーっと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 、やるね。あ、しなに、その隙に鍵を奪って、わーお、お兄さんやるね。あ、で入れて。映画みたいな、映画で小石やんじゃん。お、盗賊、お、剣持って、ちょい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 、頼むよ頼むよ。やめてよ。一緒に、一緒に出ませんか。一緒に脱獄しましょう。あの、フードの方。俺の前に勇者が現れると。おお、勇者ですぜ、勇者ですぜ。どうだ、俺と手を組まないか。一緒に脱獄しよう。なんつって、なんつって、なんつって。全てはあの予言の通りだったってわけか。予言？何言ってんの？来な。お、かっこいい。かっこいい。ちょっとお名前は。おお、なになになに。え、あ、誰か来たよ。どうすんの、大丈夫。待ってろ。何すんの。え、お、え、貴様は強っ。強っ。殺してはいない、ただしばらく起きないだろう。すげえな。この先手ぶらじゃ危険だからな。こいつを。あ、剣をくれる。あざーす。剣を受け取った。ありがとうございます。準備がいいね。それからこれ、お、お前の荷物じゃないか。あ、そうなんですか。向こうの部屋に置いてあったから、ついでに取り返しておいた。ついでに。結構種とかいっぱい入ってますけど。メンタル。お、探検。取り返すことができた。こいつがあれば百人力だぜ。百人力。ご自慢の探検ですか。さて、お、他の兵士が来る前に逃げるとするか、はい。逃げる。やっぱり脱獄ですね。準備ができたら声をかけて。声をかけてくれ。おお、いよいよ勇者脱獄。そういう展開。わお。装備は、装備は全然外れてるわけではないですね。オッケーオッケー。え、ちょっと、待って待って、その前にちょっといろいろ調べたいな。でもこの辺は多分鍵がかかっているから、ダメですよね。うわぁ、やったねー。返事がない。気を失う。ああ、おいおい、捕まりたいのか。上は兵士が大勢いるから無理だ。バカなまな、よしておけ。あら、そっかい。お願いしまーす。お願いしまーす。出させてください。こいつは返事がない教師。お願いしまーす。お、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 火がほうほう。何すんの。おお、穴開いてるぜ。何、せっせこせっせこ開けてた。ずっとこの穴を掘っていたんだ。へぇ、今日脱獄しようと思っていたが、そんな日にまさか。運がいい、さすが勇者。タイミングがいい。通り、俺はお前を助ける運命にあるらしい。俺はお前を助ける、お前、ちょっと待って、俺はイオだ、お前を助ける運命にあるらしいって。イオだ、いつ名前を教えた。今は詳しく話してる時間は。ああ、そうっすか。さあ、お前から先に行け。ちょいちょいちょい、先に行けって。なんかこの穴の中に入ったらなんかとんでもないことになったりしないですか。だったったった。何もないね。普通に行けるか。 OK。 おー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 おお、地下道みたいなところに繋がってんね。ほほほほ、ポポコポコして。おー、出た出た出た。すげえな。降りました。ずいぶんな靴履いてんな。いや、ちょっとどうでもいいか、そのフード外そうよ。あ、あ、あ、大丈夫？水路か。水路。どこかに出口があるはずだ。ほう。背後は俺に任せて、先に行ってくれ。背後は俺に任せて。はい、よろしく。進むの。え、え？わお。
デルカダール地下水路。ああ、マップ何もありません。あ、やっぱり一人なんだ。後ろにはいないじゃん、あいつ。ああ、ぶっ壊してるから。あ、いたいたいた。こんにちは。どうやらあの予言通り俺はお前を助ける目にあるらしい。さあ行こう。俺らが逃げたとバレる前にさっさとズラかるぞ。ズラかるかー。ズラかるかー。マップがないと嫌ですね。お、でもアイテムとか、あ、なんだあの扉。アイテムとかありますね。薬草。うわー、宝箱あるし。あー、この扉開かないんだ。これさ、扉があって向こうに、なんだろう、開かない扉があって、向こうに扉、あ、宝箱があるってことは、なんか、いずれ戻ってくることがあるのかな？こんなところに？マジか、これイベント、このイベントオンリーの場所ではないってことかな。あるいは、この途中で鍵を見つけたりすることがあるんだろうか。それはないか。大丈夫？いない？そういう探索的な要素はないか。おーっと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 、そんな火つけて堂々と、わー来た。おい、見つけたぞ、こっちだ。早いなあ。やばいやばい、逃げて、わー逃げて、逃げて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 。おー、あ、動かせる動かせる、うざせる。これ捕まったらどうなんだろう。戦闘になっちゃったりするんだよ。はい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 。わーわーわー、危ない危ない危ない。ギリ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 、危ない危ない。無用な無用なことはしない。あ、あっちにいるな。どうすんのそこ。こっちだ。見つかると厄介だ。松明を消して俺についてこい。松明を消して俺についてこい。あ、松明消した。え、いいんですかこれで。すげえ今適当に言ったけど。あ、でこれで見つからないうちにシュッと行く的な、こういうこと。合ってる。やり方合ってる。おい、ちょ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 、後ろ失礼します。結構適当だな。はい、こっちだ、どっちだ。あ、ちょ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 、え、見つかってない。いや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 、こっちだ。え、どっち、いいの、こっちで。スッと、あ、見つかった。貴様悪魔の子か、どうなるの。あー、戦闘か。な、普通に戦うんだね。ごめんなさい、強かったりする、めっちゃ。これ謎の青年。うわー、あ、全然いける、全然いける。うわー、でもちょっと2発食らったらきついな。うわー、ちょっとやばい、やばい、やばい。倒して、やばい、やばい、やばい、チュン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 。おー、ブブ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 ブ。薬草。回復。そうか。普通に戦闘なのか。お前も一匹に集中しろよ。お、なんだ、お、ゾーン、あ、これか。力身の守り、会心率が上がる。ゾーン状態。バトル中攻撃を受けるなどの条件で、ゾーンという集中力が高まった状態になることがあります。ゾーン中は様々な能力が一時的に上がります。ゾーン状態は何回か行動すると消えてしまいますが、効果が消えるまでは全力で待ち越すことができます。オッケー。これやろう。お、確かに攻撃力が上がった。ありがとうございます。おととい来やがれ。かっこいい。おととい来やがれ。おととい来やがるなんて言葉使う人いるんだね、また。あの橋を渡るぞ。もう一度松明に火をつけて、先に様子を見てきてくれ。見てきてくれ。あー、なんか嫌な予感するよ。いっぱい来たよ。前から来る。後ろからも来る。パターンですよね。しつこいやつ。しつこいね。どうする？川の中落ちる？お、お、崩れてる。あ、あ、崩れる。ちょ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 。やばいんじゃない？崩れて落とすっていうか落ちるんじゃない？マジか。大丈夫か、構造上問題ない。おお、こいつら落ちる、みんな落ちる、みんな落ちた。うわーじゃねえよ。大丈夫か。いや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 、全員大丈夫か、兵士も大丈夫か。あら、男の人は大丈夫、謎の青年は大丈夫、主人公は、あ、いた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 。こいつらだけ助かるんかい。そして女神像、セーブポイント。大丈夫、生きてる、サラサラヘア、起きてた。無事か。おかげで兵士たちを振り切れたな。振り切った。振り切ったとか。その辺に兵士も倒れててもおかしくないだろ。お前たちだけじゃなくて。わあ、奥深き道。何かあるでしょ。この先から出られるかもしれねえ。先へ進もうぜ。かっこいいな。先に進むか。どうでもいいけど自己紹介を。謎の青年。
張ってんな、張ってんな。なんもないね。やっぱりまだ一人か。つけてんな。こっちはもう何もない。あ、上から落ちてきたんだね。え？上から落ちてきたんだねって、上何も通じてねえぞ。閉じてんじゃん。もう一応話せられる。はてなはてな。やれやれ。まさか橋が崩れるとは。だが、そのおかげで助かった。こんなとこにいてもしょうがない。さあ、出口を探そうぜ。かっこいい。あー、セーブポイントありがてえ。とりあえずセーブしとこうか。よっしゃ、奥進んでいく奥進んでいくしかないよね。何があるんだよ。真っ暗。絶対なんかボスとかで、あ、おるやん。絶対に、絶対に触れてはいけない。最強の生物であると言われる。わわわわわわ。ちょっと。ですよね。ですよね。ドラゴンですよね。いやいや、気づかないって。何かいるぞ。いや、いるって。いや、お前気づかないって勇者。いや、でかっ。でかっ。え？あ、予想以上にでかい。いや、ちょっとこのタイミングで、まだ超序盤なんですけど。ちょ、緊張感をなんか増させる音楽やめて。かわせ。大丈夫か？謎の少年は？勇者は大丈夫。うわ、来た来た、食べられる。ナイス。戦って勝てる相手じゃない。ほうほう。逃げる系で。まとまって。戦う感じじゃなく、逃げるイベントで。逃げろ。うおう。マリオデッセイの、なんだろう。バイクでさ、逃げるやつみたい。おお、ちょ、クソ、逃げるぞ。ええー、視点が。ちょ。急にアクションゲームになったな。ああ、怖い。迫る。あ、そこまで緊張感は大丈夫。ちょっと行き止まりですよ。どうすんねん。飛び降りる？ヨダって呼んでよ。大丈夫？ああ、降りれた。いや、追ってくるだろ。さすがにここまでは。いや、クールって、降りてきた。腹減ってんな。食べられるぜ。しつこいやつだ。しつこいで。頼むよ。どうなんの？うわあ、まだ逃げんの？いや、なんかクソ逃げるぞ。何回やらすで、ね、いいって。もうこれいいって。ああ、怖い。スライムも逃げる。スライムもね、やっぱりドラゴン怖い。あ、モモンジャもいた。モモンジャもやっぱりドラゴンが怖いよ。だって勇者だって怖いよ。いや、ちょっと走り方よ。ドラゴンっていうか、なんだろう、これ。ああ、ティラノサウルス的なこと。うわ、ちょっと。てか、謎の青年どこ行った？ああ、メタルスライム。あ、なんだこれ。火ついてる。ちょ。メタルスライムもう逃げちゃったから、それぐらいやばいやつってことでしょ。ああ、なんとか行った？逃げた？大丈夫？逃げて。おお、細い道。ここは大丈夫でしょ。隠れて。いや、匂いするだろう。いや、匂いするだろうよ。うわ、近っ。え、大丈夫？行ったか。ほんと？ガーって来ない？危ねえ。なんとか振り切ったな。いや、喋ってたら来るって。しかし、なんだってあんな魔物が城の地下なんかに。とにかく、先を急ごうぜ。確かに、なんで城の地下にドラゴンがいるんだ？迷い込んだのか？え、来ない？大丈夫？グッと来ない？え、大丈夫？うわ、なんだ？え、どうした？あー、来るのか。炎来るのか。大丈夫か。逃げて。走って逃げ切れんの。はい。うおって。うわー、炎。いや、もう終わりでしょ。いやいや。あ、助かったの？いちいち運がいいな。さすが勇者。大丈夫？助かったか。やれ。こんなところにいたら命がいくつあっても足りねえ。足りない。どこここ？わ、見つかっちゃった。悪魔の子。なんていう表現するんだ、お前。いや、次から次へと。ちょ、ドラゴンにやっつけられて、お前ら。マジかよ。逃げるぞ、勇者様。勇者様。よし、逃げて。うわ、ドラゴン出てきたり、追われたり。
もう疲れちゃうわ。あ、日の光。出れる。外に出れる。出れた。よし、なんとか逃げる。やられたな。わー、行き止まり。崖行き止まり。どうすんの。この先だ。わー、グレイクっぽい声聞こえたよ。どうすんの。いいか。よく聞くんだ。はい。ここで捕まったら。お前も俺も長くは生きられねえ。いやもうね、だって牢獄に入れられるでしょ。うわー、来た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 。あ、グレイはいないか。わー、ちょっとちょっと。行くぞ。俺は信じるぜ。勇者の奇跡ってやつを。勇者の奇跡？うんってどうすんの？何をするつもりだ？いや、俺でも止めるわ。何すんの？フードやっととる。お、かっこいい。意外だね。俺の名前はカミュ。カミュ。覚えておいてくれよな。覚えとく。カミュ。助かろうぜ。いやいやいや、ちょっと何しようとしてる。ダメだって。ダメだって。その下何あるかわかんないじゃん。スクエアエニックスプレゼンツ。ここでオープニングムービー入る。見とく？今回も見とく？謎の少女がいて、もう一人謎の少女、赤の少女と緑の少女。いや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 、やらしい演出だな。もうすでに 4,5 時間やってるんですが、ここでトゥルン、来るかい。よろしくお願いいたします。いいね。はい。あー、ちょうど出る方に向かったとこですね。この頃は私勇者だと思っていたんだけれども、まさか悪魔の子だと言われて、あ、カミューか。牢獄に捕まったカミュー、予言とかって言ったの。じゃあおいおい、この女の子たちとも出会える。このなんか曲芸的な人もね、ハート出てるけど、おーおーおー。で、力自慢の女性とジジイ。あ、デルカダールに着いたね。あ、この野郎、てめえ、デルカダールとグレイグと褒めよろし、この野郎。このイベントシーン見てないよ。こっからはいろいろこの先の展開ですね。あ、で、キャンプをして、弥生か。あ、こういう決戦シーンもあんだな、グレイグとの。わ、雪の中を歩いていく。あ、で、ドラゴンにも乗れると。あ、剣を持って、あー、なんかおかもっぽい人が厚めで攻撃、キックをして、魔法で攻撃、あ、でカミューとの連携技、かっこいい。戦闘シーンでこんなに軽快に動いてねえけど。あー、で仲間がみんな揃って、何しけ世界の体重、命の体重みたいなところに向かうと、 OK。 いや、何回見ても鳥肌やべえ。はい、始まるぜ。改めまして、始めていこう。ドラゴンクエスト11、過ぎ去りし時を求めてです。お、ここまでの記憶しておこう。お、ロードになった。大丈夫。ここでまたあれかな、別々行動によって、また一人行動で。お、声イオだ。だから名前呼んでくれよ。起きろよ、イオだって呼んでくれよ。おうおうおう、目が開いた。あ、カミューも一緒？ああ、一人じゃなかった、ありがとう。カミュー。